そろそろお時間になりましたので、関西プレスクラブの定例会を始めさせていただきたいと思います。皆様お久しぶりでございます。ご存知のように新型コロナウイルスの第4波、あるいはその緊急事態宣言の延長、再延長によりまして、定例会ですけれども、3月の開催以降ですね、今日まで4ヶ月間ですね、延期中止といたしておりまして、非常に皆様にご迷惑をおかけいたしました。本日のゲストは、パソナグループ代表の南部康幸様でございます。ゲストの南部様にも本当に非常にご迷惑をおかけいたしました。実はですね、南部様の講演会ですけれども、最初はですね、令和3年の最初、1月に ご予定していましたけれども、緊急事態宣言、2回目の緊急事態宣言で延期となりまして、その次にですね、令和3年度の幕開けということで、4月に予定していましたけど、これもまたですね、3回目の緊急事態宣言によりまして延長となり、非常にご迷惑をおかけいたしておりました。この間ですね、南部代表様には忙しいスケジュールをですね、調整いただきまして、再三にわたって、スケジュールを合わせていただきました。本当にご迷惑をかけました。こうして、3度目の正直ですね、南部様をお迎えすることになりまして、非常に喜んでおりますし、非常にありがたく思っております。さて、南部様のご紹介ですけれども、ご経歴は、この、桃色のですね、ペーパーに書いております。1976年に、関西大学に、在学中にですね、ビジネスを起こされました。主婦の皆さんに、職業をご紹介する、人材派遣業、これをですね、テンポラリーセンターとして、今のまさにパーソナリグループの前身ですけれども、起こされてですね、それ以降、今の社会に何が今必要かということを念頭にですね、新しいビジネスを次々と開拓なさってこられました。この業績はですね、皆さんご存知のことだと思います。今日のテーマでございますけれども、淡路島で実現する真に豊かな働き方、生き方ということでですね、パソナグループさん、大胆な決定をされました。東京の本社をですね、淡路島ですね、ちっぽけな島ですけれども、そこに移すということでですね、今、それを実際に実行されております。2500人ですか、ご本社におられる方の大半をですね、淡路島に移動させてですね、ご本人、南部代表ご本人も今、淡路島で執務されておられます。南部さんはですね、かねてから農業文化都市ということで、農業を中心にした都市というのを未来型の都市として提唱なさっておりまして、従来から淡路島を重視しましてですね、リゾート施設とか、あるいはそのビジネスの拠点となる、農業ビジネスの拠点となるようなですね、施設を作られておりましたけれども、今般、その本社を移転という本当に大きな決定をされました。ただ、その決定の背景にはですね、今のコロナ禍があると聞いております。どうして決定されたのか、そのコロナ禍との関わりを含めてですね、本日は南部さんにお話をいただこうと思います。それではすみません、前置きが長くなりましたけれども、南部代表、よろしくご講演をお願いいたします。今日は大変な会に呼んでいただきまして、もう先ほどからハラハラドキドキしながら、私のよく知ってる方もちょこちょこっとこうしておられて、南部は何を話するんだろうという、まあ気持ちで前におられると思うんですけれども、今日は本当に素晴らしいチャンスをいただきまして、感謝しております。で、大丈夫ですか？そうですね。あ、最近マスクを外すとやっぱり怒られるかなという気持ちがあるもので、すいません。ああ、この方がすっきりしたですね。喋る方も喋りやすいし助かりました。講演そのものがすっごくこの間どこでさせていただいて、10年ぶりが
そこで今日はもう本当にまた空と久しぶりの公演なんですよね。まあ、そういう意味ではマスクを外させていただいてとっても嬉しいです。なぜ大阪そんなに僕は今日嬉しいかって、いやもうこんなに素晴らしい方々の前で話ができるのは当然嬉しいんですけれども、そのことよりも私がこの大阪で今のパソナを創業した、その創業した場所でもあるんです。まあ、ここは敵塾もう目の真ん前なんですけれども、私はこのすぐまあ、ちょっとこう、西の方ですかね、南森町の、ちっちゃな8坪末広がり8、あ、これはいいぞということで学生卒業する前に、そのビルに飛び込みました。オーナーさんがおられて、あんた方学生と友達と4人で見に行ったんですけれども、そうです、お金ないんですけれども、もう正直に話をしますと、出世払いでいいと、出世払いでいいから使っていいよと。で、4階建てのワンフロアが20坪の8坪の3階、1階は、いろんなビジネス用品売っておられて、オーナーは4階に住んでおられました。出世払いって何って聞きますと、あんた方頑張って成功したらちゃんと払いなさい。で、実際は敷金と保証金は半年後に払いました。家賃も、少し上乗せをして、でもやっぱり同じように1年間ぐらい無料でそこに入らせていただいたんですよね。ちっちゃな、本当にちっちゃなオフィスで、今から思えばおばちゃんがいなかったら鹿村さんって呼ばれますけれども、おばちゃんがいなかったら、まあ、僕はここに存在しなかったな、そういう場所でもあるんです。じゃあそれからあっという間に気がついたら学生どころかこの年になっていました。どこに行ってもまだまだ若いと思っていたら、もうなんと大体僕が一番上になっちゃってるんですよね。まあ、そういう、まあ、年になったこの何年間の間に、私が創業してからどういうことを今までやってきたか、そして今これから何をしようとしているか、これについてお話をさせていただきたい。そしてその前にまず10分間ちょっとなんですけれども、ビデオを見ていただいて、このビデオに創業の理由も含めて書いてあります。あ、これあそこにいたんですよね。家賃も安かったんですけれどもね。じゃあほんの10分少々ですから、さっと見てください。パソナがどういう会社で、まあ、そもそもテンポラリーセンターという名前で会社をやりました。で、東京に行ってテンポラリーセンターといってもなかなか分かってもらえなくって、チャランポラリンセンターとか、まあ、いろいろ言われて、これ分かんなと、名前を変えようということから、私が尊敬する経営者2人の名前を取りました。1人は、やっぱり大阪人ですから、関西人ですから、関西といえばパナソニック松下幸之助、もう1人は、まあ、大阪大学ですよね、ソニーの森田さん、ソニーよく見てください。パソナっていうのはどこから来たか、実は戦前のパナソニックのパ、戦後のソニーのソ、これからの経営者なんぼのな、パソナ、こう思って作ったんですよ。ところがそれから社名を変えてからもう20数年間全くと言ってほどいいほど変わりはないです。そのうちにもっと偉くなって、もっと錦の御旗を飾って、そして完成戻ろうと思ってはいるんですけども、あまりその後変わっていません。でも変わっていないなりに25歳でスタートした、まあ、24歳ですね、23から4にかけてスタートした会社が、まあ、どういうことをやってきたか、ちょっと簡単にさっと10分間ぐらいで振り返ります。ちょっとこうライトを少し、若干眠たい人はちょっと眠っていただいても結構ですけど、音をグッと上げてもらって目覚ましに、
大体僕の人生みたいですね。うまくいかないんですよね。本当にね。一回でうまく今日へ行くなと思ったんですけれども、やめときましょうか。やりますか。少々。でも本当にこれずっと多分皆さんはパソナっていう名前は分かったけれども、テンポラリーってなんだと、そもそもそこもなぜそういう名前つけたんだって言われるかもしれませんけれども、テンポラリーワーカー、一時的な仕事をするという意味でこの名前をテンポラリーセンターって名前をつけたんです。いけましたね。創業以来変わらぬこの思いをパソナグループの一人一人が共有し、未来に向け挑戦し続けている。スマートライフイニシアティブ、未来への挑戦。パソナグループの仕事は人を生かすこと。年齢や性別、国籍、障害の有無にかかわらず、それぞれのライフスタイルに合わせた働き方ができる社会の実現を目指している。働きたいと願う女性を応援。その当時は人材派遣という言葉もございませんでした。ただ一生懸命働きたいという奥様方に何とか仕事を与えて、また企業の方々が終身雇用だけではなく忙しい時期に必要な人を雇いたい、そういう企業に対して何とかその方々を結びつけて、こういう思いでいっぱいでございました。育児を終えてもう一度働きたいと願う主婦に仕事の場を作りたい、そんな思いでパソナは創業。当時は結婚し出産を終えた女性の再就職は困難な時代だった。そこで注目したのは急速に普及していたワープロ。OA人材の育成にいち早く対応し仕事の場を広げ、能力に応じた高い給与を設定したんだ。そして在宅勤務やサテライトオフィス、ワークシェアリングなど、次々に女性の新しい働き方を提案。パソナは新しい仕事のイメージを生み出すキーワードや仕組みを作り、人材派遣を社会に認知させていった。働きたいと願う女性が急増し、法の整備も進む中、バックアップする体制を強化していく。女性の社交場としてのコミュニティサロンの開設や、さまざまな情報誌の刊行、さらに教育機関を立ち上げ、即戦力人材の育成とキャリアアップを総合的に支援した。現在では IT を活用し新たな働き方を提案。2016年女性活躍推進法が施行、女性の活躍する場がますます広がっている。未来を担う若者を応援。1980年代初頭、雇っても結婚しすぐ辞めてしまうという考えが、上場企業の8割が女子大生を採用しなかった。自分は何か就職活動をしてても決まらない。でも僕以上に大変な方がたくさんいました。誰かというと女子大生です。あの頃は就職率 16%。 パソナは女子大生のための無料職業講座によるスキルアップ、優秀な人材を秘書として派遣する試みなど、画期的な取り組みで
働く場を創出した。バブル崩壊後の就職氷河期にはインターンシップを取り入れ女子大生を支援、そして職は香港にあるとキャッチフレーズに海外で働く新たな発想を提案する。2000年代初頭にはフリーターが200万人を突破。卒業イコール就職にこだわらない若者の仕事と夢の両立をサポートしている。2008年9月ですけども、いわゆるリーマンショックがありました。そのショックが世界に及んで世界が大混乱に陥ります。日本もその影響を大きく受けて雇用市場が大変不安定なものになりました。失業率も非常に高くなりました。過去最悪の就職難。パソナは日本の未来を担う若者の雇用を作るため問題提起した。キャリアブランクを作らせないため一旦パソナに入社し次の就職を目指すフレッシュキャリア社員制度開始。多くの一流講師を招く講座も行った。淡路島では兵庫県からの委託を受けここから村をスタート。人材育成プログラムをはじめ多様化する若者の価値観に応じた働き方を提案している。シニアの豊かな経験能力を生かす。1980年、当時日本の定年は欧米諸国に比べかなり低い平均55歳だった。パスナは企業が中高年の能力経験をもっと活用すべきであると考え、能力開発や派遣による新たな働き方を提案。アメリカのアウトプレイスメントコンサルティング会社提携、中高年の明るい転職を目指し再就職支援にいち早く取り組んだ。そして90年代は平成不況と言われるような厳しい時代を日本は迎えることになります。まさに失われた10年という言葉がこの1990年代に使われるようになりました。バブル崩壊後、中高年のホワイトカラーのリストラが社会問題化する中、大企業から中小企業へ人材の流動化を提唱。この考えに多くの賛同者が現れた。これからは連合人に就職とか副業しない。企業自らが会社社員を守る。この呼びかけに多くの大企業が賛同し生まれたのが雇用創出機構。高齢化が加速する昨今、年齢に関係なく働ける新たな雇用インフラの構築にも挑戦している。グローバルで雇用を創出。1985年にプラザ合意が締結されて、その結果一気に円高にシフトをします。1980年代、日本が円高の中でさらに日本経済に対して強気の見方を強めた時代でありました。1980年代日本企業の海外進出が急増する中、パスナは1984年の香港を皮切りに世界各地に現地法人を設立し、日本企業の海外進出を強力に人事面からバックアップした。さらに文化、教育、出版事業を展開。アメリカで日本がバッシングを受けていた時代、民間レベルで日米相互理解を図るため大学生のインターンシッププログラムを開始、日本文化を紹介するギャラリーを開設した。パソナのグローバルネットワークは世界14地域52拠点。日本で働きたい外国人の誘致や日本の食文化を世界に広げるプロモーション事業をスタートした。
才能に障害はない。障害者の雇用創造に向け職域の拡大にも取り組んでいる。オフィス業務だけではなく農業やアートなど一人一人の才能を見極め個性を生かして生き生きと働く環境づくりを実現。一方で企業に向けたコンサルティングサービスの拡充、アーティスト社員の活躍の場も広がり、海外からも多くの方々が視察に訪れている。多様な雇用創造に挑んできたパソが今さらにその仕掛けを拡大している。創業は装飾なり、ベンチャーが雇用を作る。新たな雇用が生まれるためには新たな産業が生まれなくてはならない。創業間もない頃からパソナはベンチャー支援に取り組んでいる。主婦のアイデアを事業化したアートナウ、時差のないアシスタンスサービスを提供するプレステージインターナショナルなど、その後も次々と事業が誕生。現在もベンチャー支援を強化し、未来の雇用を生み出す種を大切に育てている。農業分野で新たな雇用を創出、中高年ホワイトカラーや若者の就職難を解決しようと農業分野にも着目。都会で農業を身近に感じてもらうため大手町本社ビルに地下農場を開設した。さらに新たな知識と発想で農業をビジネスとして捉える人材も育成。呉服橋の本社ビルは全館をアーバンファームと位置づけ、新たな農業の可能性に挑戦している。地方創生で雇用を作り、多様な才能を持った人々が集まることで地域産業の活性化、国や地方と連携し人材誘致による地方創生に取り組んでいる。東北地方では雇用創造を復興支援の柱と考え、5年間で5000人の就労支援を実現した。また被災地の人々を元気づけようと企画したのが東北六本線。ベネフィットワンが民間企業として唯一6年連続で運営に参画している。1995年の阪神淡路大震災の後、神戸で5万人の雇用を目指した復興プロジェクトをスタート。働く場を創造することで復興を支援したのです。多様な働き方を支える仕組み、従業員が10人でも1万人でも大企業と同等の福利厚生を受けられる仕組みを作りたいと設立したのがベネフィットワンだ。さらに AI の進化に対応した新しい仕事や働き方を提案。価値観やライフスタイルが多様化する中、パスノは働く人一人一人に合った子育て、介護などのサポート体制の充実を図っている。ありがとうございました。今ざっと、こういうことをやっている会社だと、大体皆さんもこれ外させていただきます。そういえばああいうことやってたなとか、そういう思いで見ていただけたかもしれません。私も今このビデオを見ながら、あっという間に本当に
時間、時は過ぎていくんだなと。今ちょうど私も四捨五入すると100歳になるんですよね。まあ、でも早いけど、でももうすぐ70ですからね、気持ちは若くて元気なんですけれども、でもまあ振り返ってみて、あの時にああいう人の言葉のおかげで今日あるんだなと。創業時に今、鹿村さんというオーナーの、ビルのオーナーの方のおかげで、システムライで借りたってお話をしました。で、卒業する時に私の親父が私にくれた言葉があります。2つありまして、1つは英雄は若者から生まれると。英雄は若者から生まれると、ずっと親父の言葉だと思い込んでたんですけれども、何年か前にそれはナポレオンが言った言葉だよと、あ、親父うまいことこれ使ってたんだなと。でも私はそれを信じていました。英雄は若者から生まれると。もう一つは土薄き石地かなと。土が少ない石ばかりの地面から根を張って芽を出すのにはエネルギーがいると。でも砂と違って力はいるけれども、一旦出ると強いと。つまり若い時は苦労は倍しろと、2倍働けと3倍働けと、必ず年取ってからそれは帰ってくるぞと、まあ、そういうふうなことも言ってくれました。一番私は親父の言葉として心に残ったのは、やはり私の父も関西の大阪出身でありますから、まあ、近江商人の言葉がやはり一番創業精神に、まあ、私の言葉を打ったというか心を打った言葉でもあります。三歩よしと、三歩よしと。でこの言葉を親父は、車というものはなと、社会貢献と利益の両輪がうまく合えばまっすぐ進むんだと。社会貢献だけでも利益の追求だけでもダメだと、利益と社会貢献とこのことを車の両輪だと思ってハンドルをせいと、こういうふうなことも言ってくれました。そしてその言葉を信じて、南森町に会社を起こしたわけです。会社を起こすといっても学生ですから、今のように学生ベンチャーという言葉もありませんでした。何をしていいかわからないと。で、卒業の間近、12月に親父が僕に、どうだうまくいってるかと、あかんと、全然ダメだと、会社のユニフォームもわからないしお金もないし学生だから人脈もないって、こういうふうに言いますと、親父が一言、萩に行け、萩に行って、松下村塾吉田松陰の墓参りをしてこいと。で、私は今は大河ドラマだとかいろんな、まあ、本を読んで、まあ、もちろん吉田松陰 もうよく分かりますけれども、学生のあの頃はあまりテレビにも松下村塾は出てきませんでした。だから何言ってるんだろうと、南部系の墓参りもあまりしたことがないのに、なんでそんな吉田松陰の墓参りかなと思いながらも、神戸から近い行きました。で、3日目にやっぱり分かるんだ、もう帰ろうと思った時に、改めて吉田松陰のその部屋に行きました。2部屋しかない、たった2部屋しかない、あのちっちゃなその座卓の後ろにかけてあった掛け軸に目が行きました。あ、親父はこのことを言ってるんだと、親父はこのことを言ってるんだと、すぐにピンときました。王陽明の陽明学です。不思議なもので、その言葉を見て青年は蘇ったと、まあ、私のことですけれども、あまり勉強もしなかった、たった一回の学生が蘇ったんです。その言葉は王陽明の陽明学に書いた、まあ、一番の私も今の座右の銘でもあります。どういう言葉かと言いますと、知識をつけることは行動することの始まりであり、行動することはつけた知識を完成させることである。行わなければ知っているとは言えない、知っていても行わなければまだ知らないのと同じである、知って行ってこそ本当の H である、とこう書いてあったわけです。なるほど、大学に行く、勉強するってことは、将来自分が社会人になって表現する、
自分を表現するその方法を今学んでるんだと、うん、それにピンときた、うん、そしてよしなるほどなと、会社を作りたいと思ってても実際は行動に移してなかった、決断をしていなかった。人というのは決断をしていないといろんな迷いがあります。決断をせず迷いがあると不思議なものでできない理由ばかりを見つけようとするわけです。お金がないから人脈がないから学生だから、うん、ところがやると決断した瞬間に今度はできる方法を見つけ出そうとするんです。卒業する間近、うん、私はそれから兄、兄弟、友達、先生、いろんな方々からお金を360万円集めました。そして今のパソナの前身であるテンポラリーセンターを卒業のわずか1ヶ月前に起こしたわけです、うん、わずか1ヶ月前です、うん、もし親父が萩に行けって言わなければここに立つこともなかっただろうし、派遣法という法律もひょっとすれば5年から10年ずれていたかもしれないし、まして今働き方改革だとか同一労働同一賃金だとかいろいろ言われてはいますけれども、それも少し遅れていたかもしれないな、うん、たった1回の学生が、うん、やろうと決めて、そしてこの仕組みを作った、その仕組みがここまで来た。そしてここまで来れたのは何が一番大切か、何が一番かというと、この大阪で皆さんに育てていただいたんです。皆さんのおかげなんです。ここで私は今こうして喋らせていただいています。偉そうにこうして喋っているんですけれども、これも皆さんがご利用いただけなければ私の存在はなかった。東京にも家族を連れてアメリカにも住むことはなかっただろうなと思います。本当にそういう意味では今日ここに来て喋れる、こうして皆さんにもう感謝の気持ちだけでも言えるのは本当に光栄です。人生何がどうあるかわからないんですけども、感謝のお礼を言えるだけでも本当に素晴らしいなと。私の親父もおふくろも92、93まで、ついこの間まで3年前まで生きて、そして元気で、そして私の仕事を見てくれていました。このアメリカで、あ、いや、アメリカ行く前に大阪で親父もビジネスをやっていたわけです。その前は神戸ですけれども、大学は関西大学で千里ニュータウンでありますし、この重曹とこの梅田、この辺りは一番の私のもう知るところ全てでありますし、このすぐ近くに、まあ、本社も構えておりました。今もいくつか点在していますけれども、社員のたくさんの1000人近い社員がこの近くで頑張っています。淡路島のなんだかんだといっても、この大阪に1000名近くの社員がいて、そしてこの大阪でビジネスをやり始めて伸ばせて、ここまで今日まで来させていただいた。本当にお礼を何度言っても、何のお礼を言っても言い尽くせないなと思っております。まあ今日はこのあと今日のタイトルである淡路島の話を少しお話をさせていただきたいと。淡路島は本当に私は言うまでもなく素晴らしくいいとこです。素晴らしいとこです。でもその私も淡路島に行く時まで淡路島がどんなに素晴らしいか分からなかったんです。小学校の時に A のところ五色塚だとかあちこちに泳ぎに行ったりしてはいました。でも淡路島があんなにすぐ近くに、うん、あれだけの素晴らしいリゾート地があったなんていうのは私も気づきませんでした、うん、もう私も淡路島についてもう言うまでもなく、もう皆さんがよくご存知だと思います。今私はこの年になって得をした、うん、淡路島に来て得をしたと、人生を2つ来てると、うん、しかも、うん、この大変な時期に淡路島でいろんな事業をさせていただいて、そして頑張れるって、そういう場が この淡路島にあるんだと今も確信しております。これから5年10年
今70と言いましたけれども、いや20年私は青島に住んで、そして淡路島から世界を見てみたいと。東京は忙しい忙しいってみんな言うんです。確かに忙しい、でもあれは忙しいというよりもクレイジーだと言ってもいい。本当に自分が東京にいると何でもできるというふうに思うんです。東京にいると世界が見えると思うんです。東京にいると英語ができて、そしていろんなものが吸収されて大きくどでかく育ったと思うんです。ところが気がつけば5年10年あっという間に時間が過ぎてしまって、二度とない人生、たった一度しかない人生がこれでよかったのか、深く反省させられた、そういう東京でもあるんです。周りは外資系がいっぱいあって、周りは外国の方々が住んでいて、そしてどん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 東京にいるだけでビジネスがうまくいくんです。全体が伸びているんです。全体が大きく発展しているんです。だから自分も大きくその中にいると発展していく、これは事実です。それを成長と私は思っていたんです。ちょっと待てよと、違うなと、社会全体が伸びている、人材ビジネス関係も伸びているし経済も伸びている、これは成長と言わないぞと、バブルだと、ふっとあの時のバブルのことを思い出したんです。待てよと、これは膨張だと、成長じゃないと。成長っていうのは、社会全体が落ち込んだり経済が悪化したり、何か問題があった時に知恵と努力と勇気を持ってそれを乗り切って企業が大きくなったらそれを成長というんだと。全体が伸びているときはこれは成長と呼べない。そこで私はよし、自分の奥歯を東京から移そうと、淡路島に移そうと、そして淡路島で社員と一緒に成長しようと、努力して頑張って、そして会社を大きくして、そして膨張の中にパスワーグループがあるんじゃなくって、こういうコロナ禍の大変な時期に今申し上げたように、もし頑張って伸びたらそれは成長と言ってみんなで乾杯しようと、これを社員のみんなに言ったんです。去年の9月に発表させていただきました。いろんな方々がパスワーさんは勇気があるねと、淡路島に本部機能を移した、南部さんもそこに住んでると、僕の友人からは時々電話がかかってきまして、いつまで千人生活をしとるんやと、そろそろ東京出てきて頑張りやというふうに愛の言葉をいただくこともあります。でも本社機能のこの一部を移した理由があるんです。その目的はこの3つです。今成長する、膨張じゃないと言いました。でも裏にはこの3つがあるんです。一つは BCP です。 BCP 企業の継続性、成長と言ってもいいんですけれども企業の継続性です。ベストセラーで1兆円2兆円5兆円になるのもいい、でもロングセラーで企業は存在しなければならないと。ロングセラーからベストセラーになるためにまず一つはまず BCP ではないかな。二つ目は真に豊かな働き方、生き方です。リーマンショックのあの時に私は仕事がない、見つからない若者を300名連れて淡路島に行きました。兵庫県の井戸知事が、いろんな仕組みを予算も取っていただいて、そしてそれに応募して、そして淡路島に半農半芸、半分農業半分芸術をやろうと、音楽何でもいい、とにかく半農半芸で行こうじゃないかと日本中に声をかけました。これに賛同していただいた方が大阪の桂文枝さんとか、慶応大学の塾長をやられた安西先生だとか、それから7人の総理に仕えた石原信夫さんだとか、そして、ユネスコの事務総長をやられた世界遺産を決めておられた松浦光一郎さんだとか、国連の事務次長をやられた、
明石安井さんだとか黒川清さん、まあ学術会議議長をやられた方、そういう方々がやろうと、反応半径で淡路島に行こうと、なかなか募集しても農業には人は来てくれない、若手は来てくれないけれども、音楽家ならば芸術家ならば、うん、淡路島にはたくさん土地があり場所があるから、そこで練習してやれば、うん、いい、そこでみんなを募集しようと、こういうふうに御旗を掲げました。大義名分の御旗がいる、正々の旗、堂々の陣と、正々堂々の御旗を、大義名分、これを、うん、地方創生とこう銘打ったんです。地方創生で若者よ集まれと、そうすると300名の陣営が組めたわけです。でも実際はもう少し500人から600人ぐらいの応募がありました。でも300人を選んで300名が移り住んでくれて、そして頑張ってくれたわけです。それが2つ目の、今3つ目の中の2つ目、この真に豊かな働き方、生き方をここでやろうと、音楽家と芸術家を対象にこれをまずスタートしたのがリーマンショックでした。で、今回はこれを社員に向けて、社員のみんなよと、美味しいものを食べて、そして今申し上げたように一度しかない人生、二度とない人生だから、若い時にみんなが淡路島で地方創生という御旗を掲げて、そして頑張るやないか、こういうふうに至ったわけです。三つ目はパスナグループの新しい新産業を作ろう、新産業を作ろうと、淡路島の構想と、先ほど申し上げたように東京は忙しいよりもクレイジーです。何でもできてビジネス伸びて、うまくいくんです。だから新しい産業を生もうという気にもなれないんです。人材ビジネスだけで伸びていくんです。コロナ禍の中にあって何をやればいいんだろう、そういうことをこう考えなくてもいいんです。淡路島は何もない、何もないんです。見えるのは海だけです。そこに若者が来て農業と、そして美味しいものを食べて、そして新産業を作らざるを得ないと、そういう環境を作ろうと。なんと今24、25ぐらいのアイデアが浮かんできました。そのうちの半分はこの関西の大阪の人たちからアイデアを、おい、ナブさん一緒にやろうやと、一緒にできないかと言ってアイデアを持ち込んでくれました。あと半分は、東京の企業だとか地方の企業からなんです。社員からも今手を挙げてくれて、今ビジネスをやろうと言ってくれてはいます。いろんなビジネスが淡路島でこれから生まれます。楽しみにしておいてください。これまだ発表はできないんですけれども、例えば、いろいろあるんですけれども、今コロナ禍で今いろんな不安があります。そして関西にいても東京にいても淡路島にいても不安は不安なんです。病気したらどうしようと、陽性でなくても美味しいもの食べたいし、どうしようと、そういう中で、東京一極集中はどんどん始まっています。そういう中である自動車メーカー、これはトヨタさんですけれども、淡路島で動く診療所、街角診療所を車でやろうじゃないかと提案をしてくれました。これもうすぐにもうスタートして、かっこいい車を、これもデザインが出来上がりました。この中に医者が乗り込んで、そしてあちこち泊まって、その近所を見て、また見て、近所を見て、この機械の中にあらゆるものが全部仕込んであるんです。もちろん PCR 検査もできますけれども、いろんなものが仕込んであるんです。こういうものもできます。それ以外にもいろんなアイデアが、ドローンを使ってビジネスもありますし、 AI のすごい方々も淡路島に来てやろうと、なんと大きな研究所にいる方々が関西、大阪、京都、神戸、四国出身の方々が東京で働いている、あの彼らが淡路島に戻りたい、こういうふうに言ってくれています。そこで AI の研究センターも作りますし、それ以外にも健康産業、
健康についていろいろビジネスを起こしたいということで、シェフの方々もたくさん集まってくれています。うん、考えられない、東京にいては考えられない方々が、パスナグループは今、人材を置いているわけです。人を得るってことは、人は国家なり、人は財産ですから、人を得るってことは、パスナグループの将来、明るい未来が開けるってことです。うん、今の売り上げ、今の人材ビジネス、今のやっていることは、うん、これは確かに、うん、今の社員のみんなが頑張ってやってくれたおかげです。でもこれからのパスナグループの未来は、いろんな方々がパスナグループに入ってきて、そして化学反応を起こして新しいイノベーションを作っていくんです。テクノロジーはどんどん進みます。確かに磨きは光りますし、新しい発見を作り上げて、技術を作っていって、それでもってもっといいものを作り上げればいいです。でもイノベーションというのは、そういうものとは全く違った新しいものを作り上げていく。もっと言えば IT、IoT によって作り上げたビッグデータを AI というものによって全く違ったものを作り上げていくんです。そういうビジネスが淡路島で生まれそうだな。まあ、そういうふうに私は非常に期待をしております。この3つが今私がなぜ東京にあった本社ビルを移したかと。あ、もう一つ。これもよく聞かれるんです。実際、どのぐらい安くなったんやと。よく言われます。ただ、今は、淡路島にはオフィスもなければ、住むところもないですので、土地を買ったり、ビルを建てたりしなければなりません。で、住むところがないから、今、明石、それからジェームス山、あそこに100人ぐらいの UR、っていうんですかね、それを借りて、そこを内装をきれいにして、そこに住んで、そこから通ったりしています。だから、すごく高くつくんですよね。バスを借りたり。もういろいろ大変です。でも、まあ、予定よりも少し若干こう、早くなっています。まあ、どのぐらいのスピードで、淡路島に来れるかまだわからないですけれども、2024年までに移したいな。まあ、そういうのを持っております。残念なことに、去年の12月から緊急事態宣言が、3回、そして4回進んでおります。ですから本当は3月に小学校、まあ、中学校の関係で、去年の末から1月に来る予定の人たちが、ちょっと遅れて、これが終わってからになります。でも、子供たちを置いて来てくれたりしてはいます。でもまあ、どうなるかわからないですけれども、多分2024年までには住むところと、そして、いろんなオフィスだけではなく、新基地をやるような、そういう研究所も作ってやろうと、こう思ってはいます。という、先ほども誰かが、南部さん元気やなと、もう70かと。で、僕よりも上かなと思ってたんですけども、でもその方が、なんで元気やと、運動してんのかと言われましたから、今答えたんです。淡路島に行ってから、私は今2時間運動してます。今日は革靴ですけども、運動靴履いています。今日はネクタイしています。でも、なかなかそういう、こういうものは着ないようにしまして、そしてみんなとワイワイしてはいます。その中で、ふっと思ったんです。どの中の質問の答えです。先ほど答えられなかったんですけども、一つは運動。もう一つは、これは食べ物です。食べ物。食べ物。私は、今まで無頓着に美味しいものをいっぱい食べていました。ところが淡路島に行ってから、考え方が変わったんです。玉ねぎも美味しいけれども、玉ねぎ以外のものもいっぱい美味しいんです。お肉も美味しい。確かに神戸牛は淡路島で9ヶ月まで育った牛が来て、そして神戸牛になる。だから美味しいんだってことが分かるんです。でもそれ以外にもいっぱいあります。さすがやはり淡路島は、未決の国と言われただけあります。何年間も、いや何百年間も、朝廷に淡路島から食べ物を貢いでいた。ところ淡路島ことを別名、未決の国、恩と食べる未決の国という、これよくわかります。食べ物が美味しいんです。よく、5つの味を五味って言います。甘い辛いとか、五味5つの味。6番目を淡味って言います。淡味。6番目の味、ちゃんと辞書には載っています。5
語尾だけじゃないんですよね。六番目の味、丹味って言います。その丹味を届けた道、淡路島と。淡い味、丹味、淡い味を届けたから淡路島と。道、姫路は白く姫を届けたから姫路と。多分皆さん、え、ほんまかいな、これ僕が考えただけです。だから当たってるかどうかわからないけれども、淡路島はその頃は美味しいものがあるんです、うん、淡路行くから淡路島って行く、それならば二次のはずです、うん、でも一次だから僕はこっちを推薦、自分でこれは正しいんだというふうに、淡い丹味を届ける道だから淡路島と言ってる、まあ、これは僕が言ってるだけですけれども、うん、その中で私はもう一つ、うん、何を考えたか、うん、1時間2時間の運動、もう一つは、まあ、こういうストレスをためない、これも大切ですけれども、うん、ビーガン、うん、精進料理か、そんな特殊な特別な味だろうと、うん、ビーガンっていうのはな、特別な人が特別に凝って食べる、それをビーガンというんだというかもしれません。でもそのビーガンを私は真剣に考えて、ビーガン研究所を本気で作ったんです。ビーガン研究所、また発表も誰も知りませんから、まだどこにあるんやと言われても困るんですけども、何人かで研究をしようと。そして、まあ、料理の達人のいろんな方々にも中に入ってもらって、アイスクリーム、いやそれだけじゃないと、日常の食べ物だけじゃなくって、もうステーキから始まり、あらゆるものをビーガンで作ってもらおうと、ビーガン料理をこれを実践して美味しく食べてもらおう、うん、不思議さんという、まあ、その道のプロと、ビーガンというかそれよりも納豆とかそういうものが専門の方なんですけども、その方にも来てもらって、そして、美味しい料理を作ってもらおう。そして砂糖も、もう今までもう砂糖じゃんじゃん入れてたんですけども、黒砂糖にしました。その黒糖もやめました。やめて何にするかといったら、今はなんと動物のミルクじゃなくて、ミルクは飲まない、もうミルクは飲まないようにして、砂糖もできるだけ入れないようにして、そしてライスミルク、うん、オーツミルクあるよって皆さん言います。オーツミルクでもいい。で、僕はもう一つアーモンドミルク、これ甘いんですよね。オーツ、アーモンド、あるいはライスミルク、これでまあコーヒーだとか砂糖入れずに飲んではいます。今度塩、これも精製された塩じゃなくって、明石の塩も美味しいし、確かにまあ青い島にも美味しい塩がいっぱいあります。この塩にちょっと今研究して、そういうものを研究センターを作って、ビーガン研究所というものを作ったんです。そこで今私は健康的な、まあ、生活を送りながら今過ごしています。次に淡路島で今申し上げたように、じゃあ何をするか、うん、僕淡路島を世界一、うん、豊かな島にしたい。何に豊かか、それはもちろん食べ物も豊かです。でも食べ物だけじゃないと、みんなが淡路島に行ってみて、淡路島に行きたい、うん、そういうリゾートアイランドに淡路島をしたいんです。淡路島に住めば美味しいものが食べれて、文化が味わえて、スポーツに自分も入っていけて、そして自然の中に暮らせて、ストレスがない。それだけじゃなくって、いろんな仕組みが淡路島にあればいいな。もちろん遊びもあればいい、もちろん楽しいものがいっぱいあればいい。でも私は5つこれから、うん、5年間でやろうと、そういうことを決めました。まああと4年間です。まあ2025年までにやろうと、去年の9月に本社ビルを一部を動かそうと決めたときに5つを挙げました。1つはハイブリッド。車のハイブリッドかって言われますけども、そうじゃないんです。ハイブリッドを切り替えです、うん、どういうふうに切り替えるかというと、うん、土日東京にいて、月曜日から金曜日は淡路島、もっと言えば、うん、週末はここで大阪で過ごして、仕事はワーケーションで淡路島で仕事をする、うん、月水金ここで働いて、河木の淡路島でリモートワークをする、うん、ここで働いて、うん、人生の半分は
好きな文化芸術、釣りをするんです、ハイブリード、そういう生活ができないから、これを社員に呼びかけました。そうするとむちゃくちゃ応募があったんです。むちゃくちゃ応募があった。もう英雄部からも、そして東京だけじゃなくてあちこちから応募がありました。その中から今、まあ、120名ぐらいですか、今このハイブリッドでここにおいでと、住んで、そして東京で、あるいは大阪で、違う人生を味わえばいいと、大阪でマンションを買って、リゾート感覚でもいいし、多くの家は淡路島で作るんです。淡路島は土地も安い、そして ここで働けばいいんです。まあ、それがこのハイブリッドワークシステムと、このハイブリッドキャリアを進もう、これが一つ目。二つ目は、これは今言ったウェルネスライフです。健康的になろうと、50を超えたら、いやもう60になれば、人生は、健康は自分で作るものです。仕事が忙しいからだとか、言い訳はもう聞かない。年齢は自分で決めるべきものです。70歳だと、できないんです。しかし自分の健康年齢は自分で決めるべきです。私は50と決めました。50歳の時の自分はどうあったか、50歳の時は、どういう人生を送っていたか、健康的で、そしてスポーティーに、そして飛び回っていました。それがこのウェルネスライフなんです。そしてそのためのキャンプをやりました。南部家って、私の家系っていうのは糖尿病系なんです。私の親父も糖尿病でインシュリンを打っていました。私の兄もそうでした。で、私はいつかは来る糖尿病、前に書きまして、糖尿病打倒糖尿病と、糖尿病を倒せと、こういうふうにこう思ったんです。そしてウェルネスキャンプを開いたんです。ダイエットキャンプと同時にウェルネスキャンプを開きました。そして私は81あった体重が 72.5、ちょっと今戻って、でも73、74ぐらいまで今戻っています。これでいいです。これで、もうちょい、またこれ1年半前にこれやったものですから、ちょっと1年半で 1.5 キロ戻りましたけども、またこれ9月頃にやります、受けます。そうすると僕の数値が全部戻るんです。数値が戻るんです。今これ1年間で100名ちょっと、120名ぐらいかな、100名ちょっとの社員だけは受けました。大体15キロ減ったり10キロ減ったり、私はまだ少ない方です。少ない方です。いろんな方々が1年間でデータが全部残りました。そして痩せた瞬間に、痩せなくても体内脂肪があるんです。痩せてて、それでもいろんな病気を起こすというものがあります。体内脂肪というもの、これウェルネスキャンプで減らすんです。これを2つ目にやろう。3つ目は、これはアート&カルチャーベースです。半農半芸のこの技術を持ってこようと、どんな技術があるんだろうと。東京は今オリンピックです。オリンピックパラリンピックに負けないもの、これは運動会です。運動会を世界のものにしようと、これをまずやりました。芸術っていえば食べ物もそうです。 G20 が大阪でありました、今日、一昨年。その後私は20カ国の国々のシェフの中のキングオブシェフを決めようと、20カ国、1カ国もその来ることもなくて、かけることもなく、全員が来てくれました。全その20カ国からシェフの中のシェフが来てくれて、そして淡路島でキングシェフを決めたんです。これをまたコロナが終わってから毎年これをやります。これも楽しみです。そしてそれ以外にも、待てよって、海外行った時によく大道芸人がいるな、動かないで道端でじっとこうしたままじっとして、そしてお金をチャレンジあげてじっとしてる、あの大道芸人を世界の大会にしてやろう、これもやり始めました。この大道芸人が、これまた素晴らしいんです。まだスタートして間がないです。間がないですけれども、今言ったシェフを、そしてこのこういうアートサーカスだとか運動会のように決まりました。来てくれました。そしてもう一つ、ここに家がちょっとありますけども、
教育も芸術アートの中に入れようということで、うん、まあここに淡路ユースフェデレーションって書いてありますけれども、まあ、いわゆる国連機能の若手国連を作ろうと、ここで研究センターを作って、そしていろんな文化技術、うん、世界共通のものをここで論じ合おうというのがこの AYF なんです。これをやり始めました。そして4つ目がそうで、4つ目今度はベンチャーです。淡路ベンチャーアイランドと、これからこれを大々的に歌います。今はまだ先ほど申し上げたように、大阪の方とか新聞を見て、いや東京から住んでみたい、ベンチを起こしたいという人が来てくれています。これを御旗を掲げて募集します。コロナが明けたら世界中から募集してやろうと、土地は安いし、いっぱいあるんです。淡路島って大きいです。神戸市と同じ大きさ、東京23区と同じ大きさ、シンガポールと同じ大きさなんです。いくらでもあります。だからのんびりとゆっくりと、ベンチを起こしてもらって、それを発表していきたいな、こういうふうに思っています。先ほど AI ビリッジを作ってやると、 AI 関係 IoT ビリッジを作って、シリコンバレーを作ってやろう、シリコンバレーという言葉がいいかどうかわからないんですけども、今先ほどこれ申し上げました。なんと、ある大きな研究所と言いましたけれども、関西から東京に行った若者が淡路島に戻ろうと、いや神戸、いや大阪の方々が近いから淡路島に住んで、そして自分の研究開発を自分のその力で自分の会社として、やりたいと、それに対してはパスナーがお金を融資する、あるいはパスナーグループに入れる、いろんな仕組みをこれから考えてみたいな。アメリカとかあるいはヨーロッパからもこういう方々を将来呼んでみたいなというのがこのベンチャーアイランドです。最後にインターナショナルハブを作ろうと。インターナショナルハブ、国連機能を淡路島に持っていきたいと。国連機能できれば3つか4つ持っていきたいな、1つも大変だろうと皆さん思うかもしれない。3つか4つ持ってくればいいんです。持ってこれるかこれないかは何とも言えない、今僕は希望ですから、これみんな僕の希望です、ホラだろって言われるかもしれません。でもちっちゃな嘘はダムをも壊すようなひび割れにつながります。でも大きな嘘はこれは希望につながるんです。希望につながるんです。だから大きな嘘を言ってるんです、この淡路島に3つか4つ国連機能を持ってきて、そして AYF、先ほど申し上げたような若手国連機能を持ってきて、そしていろんな運動会だとかいろんな文化技術を持ってきて、そしてインターナショナルアイランドにすればいいと。子どもたちのためにインターナショナルスクールを作ればいいと。子どもたちのためにインターナショナル幼稚園を作ればいいと。キッズガーデンを作ればいいんです。子どもたちのために中学校高校、いやできれば大学院を持ってくればいいんです。世界は広いです、そういう意味でこれからいろんな誘致もやります。今インターナショナルスクール、今声をかけているところは3つか4つありますけれども、まあどれになるかまだ分からないです。ただ2024年パーソナルグループの社員子ども連れてきますから、それまでにはきちっとしたインターナショナルスクールを稼働させておきたいな、こういうのを持っております。幼稚園はもう作りました。幼稚園は私の娘が、パパが淡路島に住むならば私も住みますと言って孫を連れて、そして淡路島に去年ですか移り住んでくれました、そしてその娘が淡路キッズガーデンという幼稚園を作ってくれました。今25名いっぱいになりました。自然とともに学ぶキッズガーデンというのを作ってくれたわけです、インターナショナルスクールです。まあ言葉は全部英語です。なんと社員のお母さんというか社員の人たちが自分の子供を淡路島に連れてきて英語を学ばせたいと、いうふうに言ってきてくれてる子もいます、教育って一番大切だと思うんですよね、そういう意味でインターナショナルハブを作ると、これはまあ今申し上げた私の今これから淡路島に何をやるかの希望であります。もうだいぶ時間を過ぎました。で、淡路島っていうのは本当に素晴らしいと、この関西で育ててもらった私が
関西でスタートしたビジネス、この人材派遣という制度、今は派遣ということよりもアウトソーシングはじめいろんなことをやってはいます。その私は今淡路島で、淡路島に目を向けて淡路島で活動するんです。私の人生を全てかけてやろう、もうここまで来たんです。最初は片手でかけましたのが今両手両足です。もう仕方がないなというよりも楽しいんです。何度も言います、一度しかない人生です。おいしいもの食べてストレスもなくして、そしてこの5つの目標を掲げて、そしてこれから頑張るんです。夢を持った者は天は力をくれます。どういう力か、それは計画を立てる力です。青島に住むと決めた瞬間に、今度天はいろんなこれだけの計画を企画を私に授けてくれたんです。これが私の生きがいになるんです。ちょうどこの間大河ドラマを見ていました。大河ドラマ、渋沢栄一の言葉、今これは私のふっと今胸に刺さった言葉でもあります。どういう言葉かというと、今私は、夢を持とうと言いました。でも渋沢栄一はこういうふうに言っているわけです。ちょっと読んでみますね。これです。夢なき者は理想なし、理想なき者は信念なし、信念なき者は計画なし、計画なき者は実行なし、実行なき者は成果なし。故に成果なき者は幸福なしですね。幸福なし、故に幸福を求める者は夢なかるべからず、まさにこれです。45年前私が学生だった時にこの南森町で、夢を抱いて、そして今それから45年経って今ここに立っているんです。そして45年間で今のパスラグループができました。淡路島はこの5つは、多分10年あればできるだろうなと思います。1万人ぐらいが淡路島に住んでも大丈夫です。20数万人いた淡路島が今13万ちょっとです。シンガポールと神戸と23区と東京都と同じです。いっぱいあります。1万人ぐらい増えてもどうってことないです。その中でまず1200人パスナグループが来て、そして島民の方々にいろいろ教えてもらいながら迷惑をかけないように喜んでもらえるような施策をやります。ディベロッパーになっても困るな、だからあちこちに点在していろんな施設を作ってやろうと、1200名が食べれるような、半農半芸で農業で作ったものをマルシェで売れるようなものを作って、作ったものを自分で料理をして食べれるようなレストランを作ってやろう。働く場もいります。二次元の森も作って、ナルトだとかゴジラだとかいろんなものをドラゴンクエストだとか持ってきました。でも1200名が本部機能で働く、それ以外にも今申し上げたようにいろんな新しい新産業で働く、それが私の淡路島への夢でもあります。これはあるおばあちゃんが、南部さんそういったってあんたって花ですかと、1200名も来て嬉しいけども、うちの孫返して、何ですかって言ったら、東京行った場合は帰ってこないと、そうですか、じゃあまだ学校卒業してからそうしましょう、うちで入ってもらいましょうと言ったら、何言ってんの、うちの孫はねもう30超えてんのよと、もう子供も生まれてんのに帰ってこないのよって、何か私エラー怒られまして、それを私も考えました。で1割本部機能にそういう人たちを戻そうということを決めました。で今まだ10何名ですか、もうでも何人かは戻ってきてくれて、その中に今申し上げたようにベンチを起こしたいだとか、経営企画に入ってやってみたいだとか、人事労務総務、やってみたい、いろんな方々がいます。そして70を超えた方々も戻ってきたいと、総務の仕事やってもらったり人事管理をやってもらったり、いろんな方々をやってもらっています。中には一人親の方々も来たい、今一人親の方々に対する募集もやり始めました。この一人親の方々がまたすごい優秀であります。その子どもたちのために今申し上げたようにインターナショナルスクールを作ろうということで、今また私も燃えているわけです。人は来てくれれば
夢を持ってきてくれる、夢は人に帰属する、これが私は自分が発表させていただいて今つくづく感じていることです。ということで私の話をこれで終わりまして、あと10分ぐらいなんですけども、ちょっと最後に今淡い島でどういうことをやってるかをさっと見てもらいましょう。 7,8 分か10分ないですの。ちょまたこのライトをちょっと消していただいて、あの眠たい方はどうぞゆっくりとお休みください。今私が申し上げたこと、運動会を始め、すべてこう出てきます。はい。新感覚サビアトラクションを体験せよ、集え忍びたち。Intelligence agencies have obtained top secret information about the current situation in Japan. Those reports describe the legendary god of destruction in the form of an immense and savage dragon-like creature resting on the seabed near the Japanese island of Awaji. Numerous ravaged whale carcasses have been discovered around Awaji Island recently. The chances are high that this vicious creature is awakening from its slumber. We have learned that the Japanese government has come up with a secret strategy to deal with the mysterious creature. Much of the information has yet to be confirmed, so we will continue to investigate the situation. して今入った緊急ニュースをお伝えします。日本の内閣
はゴジラの出現を警戒し、自衛隊主導のもと淡路島の全住民へ向けて避難指示を出した模様です。周辺の町では住民の避難が行われ、全島民13万人の移動に全国から注目が集まっています。現在活気のあった町はすでに無人となっており、また淡路島への全ての交通機関も封鎖されています。Oh,
ということが私の今日の話に変えさせていただきます。今日本当に素晴らしいチャンスをいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。もう時間となりましたけれども、せっかくですけどもプレスクラブということなので質疑応答1、2問でちょっとやらせていただければ、はい、もうお時間迫ってもうお帰りになる方はもうこれはこれでお帰りになっても結構ですけれども、質問あられる方はですねお手を挙げてですね前の方にスタンドマイクございますので、そこで所属とご指名をおっしゃった上でご発言をいただければと思います。それではお手を挙げてください。はい、そこの方トークはい、マイク、すいません、北海道新聞の武田と申します。今日はどうもありがとうございます。2点ほどありまして、その淡路島にその、これまで講演とかでもお話しなさってるかもしれないですけども、その本部機能を一部移転されたということが、先ほどお話しあった、そういった事業、淡路島でやってる事業とかをやるんであれば、研究所とかがあればいいわけで、その本部機能を一部淡路島に、それで人も移したその理由っていうのをちょっとお言葉を聞かせていただければというふうに思います。あともう一点がですね、北海道でも何点かあるんですけれども、本社を東京から地方に移すということで、コロナ禍でそういったことが可能になるというふうな風潮もあるかと思うんですけれども、社長が自分の会社の中 の人事異動ということだけではなくて、この時代にあってそういったことを決断された社会的な意義といいますか、それをどういうふうに認識されているかというのを教えてください。ありがとうございます。まず先ほどもちょっとこれお話申し上げたかもしれませんけれども、 BCP いつこれを僕は決断したかというと、実はリーマンショックも少し思ったんですけれども、そのことよりも東北の大地震、福島原発、東京からみんな逃げたんです。気がつくとみんなまた喉元を過ぎればまた戻っているんです。あの時は私は思いました、必ずいつか本部機能を分散させなければいけない。一つ目はやはり企業継続です。これは一つです。二つ目のその社会的意義って言いますか、人事異動以外の社会的意義、これは去年の9月1日に発表したその大きな理由にもなるんですけども、やっぱり一つは東京一極集中、これに対する、今まで確かに良かったかもしれないけども、これからはいろんな問題があると、介護離職の問題から始まり、待機児童の問題から始まり、農業の高齢化の問題から始まり、数多いいろんな問題は東京に一極集中してるからだと。そこにもし万が一地震だとか火山爆発だとかパンデミックが天変地異が起こった場合どうするんだと、これがやはり大きな原因なんですよね。社会的意義もし言うならば、このことが一番大きいかもしれませんね。東京一極集中、これは日本経済将来これでいいかといった場合に、経済界が主導でやはり雇用を創出しなければならない。経済界がしっかりと雇用創出のための仕組みを作らなければならないと。あとは政治がついてくれば私は可能かなと、こういうふうに思いました。ふっと今ここに東京一極集中の課題をいくつか挙げてみました。はい、これがその答えです。すいません。はい、ありがとうございました。他ご質問ございますか。はい、その真ん中の方。はい、朝日新聞の宮川と申します。お話ありがとうございました。はい、先ほどお話の中で、新産業を作るためには淡路島に行くしかないというお話をされていらっしゃったと思うんですけれども、例えばトヨタ自動車と一緒にその、街角診療室やりますというお話もいただいたと思うんですが、これが今の新産業の、位置づけの中でのお話でいらっしゃるのかという
ことをですね、推進産業の、今声を上げられてますという中の一つというような位置づけなのか、ちょっと新産業についてもう少しお話しいただきたいなというのと、すみません、ごめんなさい、もう一度ちょっと全く別の観点なんですけれども、ちょっと東京オリンピックがですね、今、無観客での開催が基本的に進むという中で、スタッフを派遣していらっしゃる、パスナグループとしてちょっとこれに関する影響をどういうふうに見ていらっしゃるのかという点、もし教えていただければと思います。ありがとうございます。まず新産業の位置づけっていうか、産業に2つ明確に分けておりまして、パスナグループの中で事業として、大きくするもの、それから先ほどちょっと申し上げたようなベンチャーでその融資とか投資をしてあげて、そしてその若者をあるいは年齢男女問わず そこからビジネスを作って雇用を生んでいこうと、こういう産むという意味では2つありまして、で今、動く街角診療車、実際にいろんな機能がまだ入って、その中をどういうものがあるんだということはちょっとまだ言えないんですけども、トヨタさんがこれ作ってくれてまだ完成できたばっかりなんですよね。でもうこれはそうそう新産業、これはパスナグループの中で新規ビジネスとしてあります。だから企業内ベンチャーと、ベンチャー企業内事業として新産業、こういうふうに考えています。2つあります。だもう一つオリンパラピック、位置づけっていうか、やはり我々が引き受けてた仕事についてちょっとお話申し上げますと、アルバイトが何万人、8万人ぐらいの官僚をどうするかだとか、じゃあこれどうなるんだというこの問題もいろいろあります。それからそれ以外にもその終わった後の雇用創出、これをどういうふうに、オリンパラピックの選手アスリートだけではなく事務局のメンバー、これをどうするんだとか、いろんなそういう雇用に対するこれからの雇用に対する仕組みを作っていく、2つあると思うんですよね。で今我々は今明確な答えを待っている状況でありまして、2つ目はもうちゃんともう関係なく進めてはいます。1つ目はやっと無観客今やるんだと出たばっかりでありまして、我々もこれどうなるのというのが先週の金曜日の状況なんですね。だから今週これからそれが答えが出てくるだろうと思うんですよね。ちょっと待っておいてください。ただビジネスだとかそれに我々も大きなスポンサーになっていますから、スポンサーとしての影響とかはあんまり普通大体その参加してってテレビに大きくコマーシャルとかこう PR するんですけども、あんまり我々の場合は PR は基本的にやらないということを決めていますから、オリンパラピックに出ているからそれは出ていますよというマークを使って PR はやってはいます。だからそういう損失的なものも受けてはいないですよね。ただ今からこれから細かなその今言った人事政策上の問題点はいろいろ出てくるだろうと思いますね。ただやっぱりそのためにいろんな教育の制度を作ったり仕組みを作ったり、もうすでにたくさんの社員の移動があります。それはもうどうしようもないですね。はい、ごめんなさい、なかなか答えられなくって、はい、でもみんな困ってるんじゃないですかね。実際問題早く結論を出していただければ、出たんですけどもね、その後どうすればいいんだってことをね、大変だと思いますよね。すいません。場合によってはスタッフが派遣できないんじゃないかみたいなお話もあるかと思うんですけど、ちょっと相手との随時組織委員会などとの調整中だということです。多分今週それだけに時間かかると思いますね。まだ発表されたばっかりですので、ごめんなさい、すいません。はい、ありがとうございました。他にご質問がなければもう時間も超過しておりまして、ごめんなさい、もう感じですよ、質問の時間取る忘れてました、ギリギリは喋っちゃって、ごめんなさい、すいませんでした。安島さんのことをよく分かりました。はい、ありがとうございました。南部代表にもう一度拍手をお願いいたします。どうも。これで本日の定例会を終わらせていただきます。